かまぼこストレートまではあのベッケンバウアーより早かったなんて悪い冗談だぜ。スルシの86になぜそんなことができる。何か特別なやり方で攻略してるなら、そいつを見つけ出して盗んでやる。やり方さえ分かれば俺にも化けるチャンスがある。コナーが早い。いや、そんなはずはない。カテゴリーグループは同じだ。アクセルさえ踏んでいればこっちの方が早い。同じ2リッターでも NA とターボの差は歴然じゃねえか。ブレーキングからエントリーで離される。ボトムも早い。逃がしたくない。待ってくれ。アクセルを踏み込む時間を。ストレート、ダメだ、離れていく。逃げられる。何が起こっているんだ。俺には理解不能だ。同じ物理法則が働いている場所にいるとは思えない。